オッケー。コンバレント久しぶりの2公演楽しめたかな。めっちゃ楽しかったです。楽しめましたよ。汗がね、もう夜の方がいっぱいかけました。汗、アドレナリンが出て出たのかな。ユーミンにアイス買ってもらえ、買ってもらいたい。でも実はね、一回買ってもらったことがあるんですよ、ユーミンさんに。一度公演の時に買ってもらうつもりなくて、一緒に何人かでね、あのドンキホーテに行ったんですよ。ゆいなちゃんとれいこさんとななほさんとやったかな、ユーミンさんと。でその時に実はね、おごってくれたんですよ。なのでちょっとね、またおごってくれたら嬉しいです。ツインテールじゃなくなって、そうなんでもね、実はストレートおろしに見えてハーフツインだったんですよ。ちゃんとハーフツインに見えたかな。なんかくるりんぱしてからのシュッてしてる、実はハーフツインをしておりました。ちょっと口が薄いので塗ってもいいですか。あ、これも塗ろう。これ私結構唇がね、あんまりぷっくりしてないんですよ、リップを塗らないと。だからグロスとか塗ってどうにかしてたんですけど、これを塗ってからもっとぷっくりするようになって、でも本当に痛いんです、これ。なんかずっと針に刺されてる感覚みたいになります。でもね、唇がちっちゃい方とかこれおすすめ。あのヒリヒリするリップあるじゃないですか、それの5倍ヒリヒリするやつみたいな。それぐらい痛いんですけど、ぷっくり配信が終わる頃までにぷっくりなるかな、お見せしたい。唇が痛すぎて赤く、あの血色も良くなっていくんですよ。針に刺されてくる。そう、あのなんか安全ピンチュ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 ンみたいな感じなんですけどね。でも本当にふっくりするから、大切な時とかに塗ってます。お姉ちゃんがなんか教えてくれました、これ塗ってみって。最初は多分面白がってね、塗らしたんだと思うんですけど、痛くて赤く、そう、ちょっとなんか血色が良くなります。聞くだけで痛い。ヒリヒリします。いいんかな、分からん。あんまやりすぎたらあれなのか。でもまあ売ってるものだからきっといいと信じて。そしてちょっとチークを塗ります。もう公演割はね、もう大体全部のものがなくなっているので、私血色がなくて、だからちょっとチークを塗って。明るくします。メイク、チークはキャンメイク、安くて可愛い。でもこの薄い色ばっか作ってから、もうここなくなってきてるんですよね。これをちょっと横長にピピッいつもしています。あ、ヒリヒリしてきた。ほら、ちょっと元のリップかな、わかんないけど明るくなった気がします。プチプラコスメ、ほんとプチプラ、安くて可愛いものは最強ですね。そして今日は前髪をちょっと流してみました、伸びたので。なんか昼はツインテールで可愛い感じでみんなで揃えてたので、夜はちょっとかっこよくしようと思ってストレートで前髪流してみました。ルナちゃんめっちゃ可愛い、やったー、ありがとう。嬉しい、可愛いって言われて嬉しいですね。可愛さ100倍、やったー。チークの時かな、ルナちゃんに声をお疲れ様、ありがとう。皆さんも見てくれてありがとうございます。まだの方はね、12時以降から DMM で配信されるので、ぜひチェックしてください、お願いします。かっこよくできてる、やったん。だからちょっとレザーとかも着てきちゃった。
でも喋るとね子供っぽい。どうしたら大人の喋り方できるんやろ。声が高いって言われますね。だからかな、ちょっと低く喋ったら大人っぽく見える。ヒレン公演の自己紹介に違和感なし。嘘、なんかみんな結構可愛い感じで言ってたから頑張ってみましたよ。15チャイとか言って違和感なかった。前髪次第でツインテールも大人感あるやん。あんま、そう、ちょっとストレートとかね、前髪とかで変身してみました。マリンちゃんみたいな低い声、むずない？と死ぬ。こんな感じ、マリンちゃん。あ、むずい。高い声のままでいてもろて、ほんま？そうね、難しいですよね。だからビデオとか DMM 配信とかもなんですけど、そういうなんか自分が喋ってるものを見るのがちょっと苦手です。え、こんな声なんてなります。なんか自分が聞いてる声では結構低く感じるんですよ。そう、でもビデオとか見てたら思っている以上に高くてチョイスするワード似てる。あ、ほんま、やった。面白いこととかなんかあったらよく言ってるイメージ。マリンちゃんの膝枕、ね、寝心地いいの本当、え、本当にいいんですよ。なんか暖かあったかい。まあ人やねんか、暖かいか、そりゃそう、なんか安心して寝れますよ。でもこの前のマリンちゃんが蒸したあれなのが、マリンちゃんの膝枕で寝てるやつ、最近のしたやつ、あの時はマリンちゃんも寝てたんですよ。そう、最初はこうやっていつもどこが寝心地いいかなって探すんですよ。で、あ、探し出したみたいな、マリンちゃんで、あの、お腹どうって言われたんですけど、マリンちゃん結構腹筋割れてお腹硬いんですよ。だからちょっとお腹は硬い、薄っぺらいし硬いからあかんわって言って足で寝ました。とか三角座りとかねしてても眠いって言ったら足をね伸ばしてくれるんですよ。そう、優しい。そう、だからいつも寝ちゃいます、マリンちゃんの足で。気持ちよさそうで可愛すぎた。ほんと？やった。マリンちゃん筋トレしてるのかな。多分なんか結構すぐに腹筋とか割れやすいみたいな、なんかそう言ってて、なんかくびれとかあるけど、なんか縦に線入ってるのがかっこいいなって思って。そう、私腹筋なんて筋あんまなくて、お腹芯がなくて、ちょっと憧れますね、ああいう縦線みたいな入ってる。お腹薄くて硬くてなかった。そう、ちょっと薄っぺらかったですね。マリネナ大好きです。やったー、ね、ライブ期間はよく寝させていただいてます。でもお泊まりはもう今家がもう足元がない状態でやばいからって言ってて。そう、やばいらしいです。本当にマリちゃん仲良し大好きなんだね。はい。やっぱ居心地がいいですね、喋りやすくて。ルナタも筋肉ついてきたよね。え、でも確かに昔のなんか研究生の頃とか見てたら、もうなんか押したら倒れそうなみたいな感じで、あの頃からしたらちょっと筋肉もついたんじゃないかなと思います。はい。8期生に14歳。そうなの。え、私って今は15歳か。1歳差、それとも今年14歳になったのかな、2歳差ぐらいなのかな。そうなんですね。おお、どんな子が入ってくるのかドキドキですね。そう、ライブもめっちゃドキドキしてます。会えるのかな、どうなんだろう、わかんないけど。ダンスも力強くなったよね。おお、やった、頑張ります。バキバキ。中学生入ってくるでしょう。ね、でもなんか今同い年っていう子があんまりいないのね、ケイトさんぐらいで。だからなんかやっぱ近い年齢の子もね来てくれて嬉しいですよね。
でもなんかお姉さんとかも楽しみ。ユナタンの眉毛そんな薄かった、細かった、なんで薄かった、どうやろう。メイクさんに眉毛はいつも描いてもらうんですけど、だいたい公演が終わると端っこが消えてます。ユナタンまた、そうですよ、また先輩になっちゃいます。どんどん大人になりますね。そういえばレナタンの同級生はケイトちゃんだけになっちゃった。そうなんですよ、寂しい。でもライブ期間とかでもケイトさんと、前ケイトさんとアンノーさんとかハーサさんとか、アンノー、あれアンノーさんに書いた、マリンちゃんとかハルちゃんとか、そう一緒にねご飯食べたり、ちょっとケイトさんとも喋れるようになりました。ちょっとあんまコミュ力がないんですけど、そう、仙台曲気になる。本当ですか、楽しみにしていてください。めっちゃ言いたい、早く言いたいですね、でも我慢します。マリンちゃん来た、嘘、ここに、ここにかな、お、おや、しょうぼさんって書いてる、あ、来た、ほん、見えた、チラ、あ、レナもこのスタンプ、絵文字好き、やっほー、さっき、マリンちゃんの話してたんよ。そう、いつもひざ枕ありがとうって。とっても可愛いね、ありがとう。明日、明後日かな、会おうね。リハで会おうね。それと当日も楽しみにしとこう。そうですね、皆さん楽しみにしていてください。遊びに来たよ、ありがとう。え、ま、みんな配信してたのにいなくなっちゃった。始めるの遅かったんかな。一気にいなくなりましたね。マリネナイエーイ、ドサンコ魂ミスタルベさん。もう北海道行きたいんですよね、マリちゃん見ると余計に思う。そう、冬やし、なんか雪で遊びたい、お魚、お刺身も食べたいし、でもやっぱ雪で遊びたいですね。そう、お買い物行こうね、ね、行こうね、お買い物。そう、結構マリンちゃんとかは一緒に含みに行ったりとか、なんやポップアップストアとかね、一緒に行ったりしてます。え、だったら北海道行ったことなかったんかな。え、めっちゃ昔に一度だけ会って、でもまだ小1とかやったかな、そうぐらいで、そうで、その頃ショートカットだったんですよ、私で。北海道で夜雪のところに、のなんか草が雪がかぶってて、 そこで遊んでたら、そう、座敷わらしに間違われたんですよ。めっちゃびっくりされて、そう、それが北海道での思い出、北海道の人に座敷わらしと間違われた。ですよ。そう、北海道どうだった、え、あんななんか床が滑るって知らなくてびっくりしました。でもなんか空気が美味しかった、そう、なんかいい味がしました。あれ、北海道の話やって、そうなんですよ、北海道でだったんですよ。そう、ブルーハムハムのキャラクターどこでした、何きっかけ。あ、ブルーハムハムはなんか TikTok とかで流れてくるのはたまに見てたんですけど、ちゃんと知ったのはマリンちゃんとあのポップアップストアに行って知りました。そう、あ、こんな、なんか種類あるんやって知りました。可愛かった、色も。リベンジして、まあ、ちょっと髪が伸びたから、もう座敷わらしには間違われんかなと願っています。幸せはこぼれなった。めちゃめちゃメイクいいね、やった。でも結構ね、ちょっと取れてきた。スガレナタンの好みをよう分かってしょうぶさん、え、本当にそうなんですよ。なんかルナの好きそうなお菓子とかもね、可愛いなって送ってくれたり、そう、分かっていらっしゃるんです。ブルハムハム、ユナナも好きそう、そうなんや、あ、そういうのが好きなん、
人と知れましたよ、ナナのこと。そう、ナン食べに行きたいねってずっと言ってるんですよね。そうそう、行きたいですね、早く。そう、お互いめっちゃね、カレーインドナンが好きで、そう、一緒に行きたいねって。次は雪女、確かに雪女になったかも、次は。それはありますね。よいしょ、足が、よいしょ、よかった、まだ人がいた。歯医者来ちゃったかと思った。周りに人がいなくなると焦りますね。うん、青いレモンの季節が気になってます。嬉しい、嬉しい、2回も嬉しい。ありがとうございます。やった、もっと気になってもらえるように頑張ります。レナタ歯のホワイトニングとか、してないですよ、していたい。なんかあのライトを当てるみたいな、サングラスしてみたいな、あれしてみたい。なんかインスタとかで流れてきて、そう、気になってはいます。 歯白いのいいですよね。ハッピーバースデー歌ってる。誰、ハッピーバースデー歌ってる。行きたい、ここでパチパチしとこ。ユーミンさんかな、この10月の。気になりますね、誰のハッピーバースデー、誰だ。なんか聞こえてくるね、誰の誕生日やろ。チーシと甲子園行った時何食べたの。チーさんと行った時はね、クレープ食べました。クレープとラーメン食べました。また写真載せますね。そう、クレープめっちゃ美味しかった。そう、なんかラーメン食べた、甘いもんが食べたくなっちゃってクレープ食べたんですけど、そしたら次はしょっぱいもんが食べたくなっちゃって、一生繰り返しそうな気分でしたね。はい、みゆき会話した。あ、みゆきさんとはね、そう、リハ中もあったし、ツイートも、そう、お返事すぐ来てくれて嬉しかったですね。みゆきさんとも結構ね、リハ中話しますよ。一緒にお弁当選びに行って食べたりとか。そう、レナタンお弁当選んだって言ってくれるんです。で、まだですって言って一緒に行ったりします。クレープあるね。そう、あの先週のコラボメニューを食べましたね、その時は。最終戦こっそり見に行ったのはさすがレナタン。そう、リハの日でやばいかもと思ったんですけど、ちょっと早めに終わったので、その後ちょっと確認するとかだけ、もうちゃちゃっと確認して、もう急いで帰って、もう急いで行きました、本当にダッシュで。そう、でもその日朝からリハだったから、もう車で爆睡しながら行きましたね。そう、今日はねお菓子パーティーもしたんですよ、みんなで、ハロウィン前だから。でちーさんがこれをね、箱いっぱい持ってきてくれて、もうめっちゃ美味しくて、これハッシュドポテトスナックポッポコロ。これはね、なんかポテトみたいなのがあって、サクサクの、あのバッグのサクサクの端のポテトを固めたようなお菓子で、フーフー君はポコロ。聞こえるんかな、この私の頭にはすごいサクサク音が流れてるんですけど、皆さんのここにもこれ聞こえるのかな。ASMR なってる、うん、あ、ASMR できた、やった、めっちゃいい音、本当聞こえた、よかった。めっちゃ美味しいんですよ、これサクサクで。センター分けやっぱ可愛い、やった、ありがとうございます。聞こえる、お、よかった、ありがとうございます、嬉しい、教えてくれて。おはようございます。もう一度聞きたい。いいよ。まだまだあるから。カッキン付きでね、めっちゃ便利なんです、一気に食べなくても。そう、どう、いっぱい聞こえた。すごく美味しいです。さすがチーズさん。
ッピング全部食べてしまうのだ。そうよ、もういっぱい食べちゃう、美味しくて。え、今何分ですか？ちょっと配車が不安になってきたよ。皆さん今何分？爆笑って書かれてる。いい音ですこと。ASMR 配信。私 ASMR 結構好きなんですよ。え、58分？やばい。私ちゃんと15分配信した？そう、いつもね、ちょっと見忘れるんですよね、ここの。もっとしっかり15分経ったよって教えてほしい。そう。あと1時間ある？うん。あ、そう、卒業、卒業ってね。時間までまだ1時間ある。20分もやってる。あ、ほんと？よかった。ちゃんとおしゃべりしてたね。もう、皆さんと喋ってるとさ、時の流れがわからなくなっちゃう。もう20分も経ったの？アニメ1個分の長さも皆さんと喋ったの。びっくり。よし、じゃあそろそろ終わりたいと思います。じゃあ5位から言いますね。5位、ヤン00、ヤン008さん、ありがとうございます。4位、ガンバレットさん、ありがとうございます。3位、お茶っぱタイムさん、ありがとうございます。2位、ベリマエさん、ありがとうございます。そして今回の1位はタラランタン、ニャンズさんです。ありがとうございます。パチ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 、にゃんにゃん、ありがとうございます。皆さんも見に来てくれてありがとうございました。どう、血色良くなったくない？ちょっとぷっくりした。終わる頃には良くなったかな。よし、じゃあそろそろ終わりたいと思いますが、皆さんパチパチありがとうございます。ツルツル、イエーイ。じゃあありがとうございました。3、2、1、バイバーイ。